1897年9月30日付のバニティフェア誌に掲載されたアンリの風刺がトンキンに滞在中のアンリ。1895年、ゴロアンリ・マリー・フィリップ・とルレアンは、フランスの探検家。旧王族オルレアン家の一員で、7月王政時代のフランス王、ルイ・フィリップの彦。オルレアン家のシャルトルコー・ロベールと、その妻でジョアン・ビルコ フランソワの娘であるフランソワーズの間の次男として、ロンドン、ハム地区のモーガンハウスで生まれた。両親は、同族のいとこ同士の間柄だった。弟のギーズコージャンは後に、オルレアン家の家督を継いでいる。1889年、父の勧めと出資により、探検家、ガブリエル・ボンバロラと一緒に、シベリアからシャムに向かう冒険旅行に向かった。この旅行は、 チベット高原の山岳地帯を縦断しながら詳細な調査記録を残すものであり、パリ地理学協会は調査団に金メダルを授与した。この調査旅行の記録は1892年に発表されている。1892年、アンリは東アフリカで短期間調査旅行をした後、マダガスカルを経由して、フランス領インドシナの首都トンキンに着いた。トンキンから、 アッサム州に向かって調査を行い、エーアワディ側に関する重要な調査結果を残した。この功績により、パリ地理学協会に表彰されたほか、レジオンドヌール勲章を授けられた。フランス帝国主義者だったアンリは大のイギリス嫌いで、大英帝国の勢力拡大に対して、可視悪ない非難を浴びせていたが、ロンドン社交界では探検家のプリンスとして提唱に扱われ、 法律地理学会も金メダルを授与している。1897年、アンリはエチオピアを旅行した後、フィガロ紙に寄稿した記事の中で、第一次エチオピア戦争でエチオピア軍の捕虜となったイタリア兵を臆病者呼ばわりし、この発言がヨーロッパ諸国に大きなお波紋を投じた。アンリはイタリア王族の鳥の白尺から決闘を申し込まれ、 1897年8月15日に、パリ近郊のボークレソン、ボーワドマール賞で、県による決闘が行われた。この時アンリは、右脇腹を刺されて負傷し、決闘に敗れた。1901年、普通インドシナのサイゴンで、マラリアに侵されて亡くなった。33歳だった。ウィキメディアコモンズには、アンリ・ドルレアンに関するカテゴリーがあります。ありがとうございます。